皆さんこんにちは。ガチガチ専門代表の下川でございます。今回の動画はですね、講座の流れについてお話をしたいと思います。効率よく技術習得していただくためのね、流れについてですね、お話ししていきたいと思います。まず初回はですね、東京講座、大阪講座を受講してください。初回ですね、初回、初めてガチガチ専門の講座を受講する場合はホームページに載ってますけども、毎月開催されている東京講座、大阪講座を受講してください。東京は荻窪で、大阪は江坂で開催しています。で、季節によっては開催されてない時期もありますけど、ほぼほぼ毎月行っております。で、この2つの講座以外にですね、臨時講座っていうのもやってるんですね。その他、まあ過去で言うと、仙台講座を過去にしました。で、福岡講座も行いました。それも含めます。初回は必ず東京、大阪、その他臨時講座ですね、どれかに参加してくださいっていうことですね。で、この初回講座で何が学べるのかっていうと、ガチガチ専門ほぐし術の基礎です。基礎が学べます。どんな内容かというと、まず曲げ指の天の字続圧ですね、このテクニック、これの基礎です。これができるように、技術的な、学習をします。それと、ガチガチポイントですね。ガチガチさんが凝りやすいポイント、あとラインがあるんですよね。それをしっかりと覚えていただきます。この基礎を学んだだけでもお客様の反応はね、大きく変わります。たくさんの受講生さんに一度の受講でね、お客様の反応が変わったよとか、締め増えたよっていうご報告たくさんいただいております。で、この初回の講座の料金ですけども、5万円税別です。今は消費税が 8% なので、税込みにすると5万4000円ですよっていうことですね。で、初回が終わった次、2回目以降なんですけども、2回目以降はですね、半額になります。2万5000円の税別、 8% を税込みにすると2万7000円ですね。で、この2回目以降は個別指導なんですね。個別指導研修です。で、時間は、初回とほぼほぼ一緒ですね、6時間行います。6時間ね。で、何が違うかっていうと、まあ、その名の通り個別指導です。その受講生さんの不得意なところを徹底的にやっていきます。できないところを徹底的に集中的にやっていきます。で、受講される目的っていうのは人それぞれだと思うんですけども、例えば、認定セラピスト、認定を目指すんだっていう人、またはその他ね、その他の目標、それぞれあると思うんですよ。それぞれの目標に少しでも早く、お安く、技術レベルが到達するように2回目から個別指導させていただいております。で、この個別指導研修がですね、
3パターンの受講方法があるんですね。3パターン。そのパターンを今から説明していきたいと思います。で、1つ目。講座の翌日です。この講座っていうのは、東京講座、大阪講座、その他の臨時講座の翌日っていうことですね。まあ、臨時講座に関してはちょっと翌日が設定されてない場合もありますんで、まあ、その時はお問い合わせください。で、これどういうことかっていうと、例えば、東京講座が2月14日にあったとします。そしたら、翌日の2月15日が翌日ですよね。個別研修の枠ですよということですね。初回の受講された方のみ受けれる日になります、翌日で。基本的にマンツーマンで行うんですけども、まあ、このパターン1の場合は代になっていただく必要もありますので、まあ、申し込みの状況にもよりますけども、講師1人に対して受講生さん2人、マックス2人までとします。なるべく少数でね、その人その人に合った、指導できるように、少数でやっていきたいと思います。で、これが、そうですね、東京、大阪でやると。会場も一緒ですね。東京は荻窪、大阪は江坂でやるということですね。では、2つ目いきます。2つ目は、王子本店と奈良県ですね、奈良県の王子本店、東京の荻窪店の平日営業日です。はい、王子本店と荻窪店の平日営業日。これなぜかというと、講師がいる店舗だからですね。王子本店の講師は私、下川です。で、荻窪店は木村店長または新見さんですね。はい、2人の講師が務めます。どっちかが務めるっていうことですね。で、2番に関しては、マンツーマンになりますね。1人でお申し込みされたらマンツーマンになります。王子でも荻窪でもそうですね。2人で申し込んだら、1対2になるわけですよね。講師1人に対して、受講生さんが2人となるわけですね。はい。で、このパターン1とパターン2は、さっきも言いましたけども、6時間研修します。で、間に1時間、お昼休み入れたとしたら、朝10時から夕方5時、17時までになるわけですね。で、遠方から来られる方はね、ちょっとずらしても大丈夫ですよ。お昼からとか1時間遅くスタートしてくださいとかね、そういう融通は全然聞きますんで言ってくださいね。はい。で、先に言っときますけど、個別指導を受ける条件が一つあるんですね。その条件は、前回受講してから1年以内っていうことです。前回受講から1年以内ということですね。はい。で、次パターン3に行きます。パターン3、これは1時間単位で受けれる研修です。1時間単位で受講できます。
ということは、料金は1時間単位で発生するわけですね。1時間6000円です。施術料金と一緒ですね。8% 税込みにしたら6480円になりますよっていうことですね。で、この受講時間はマックス3時間まで。1時間からマックス3時間まで。これなぜかというと、4時間にすると、まあ料金の話なんですけどね、2万4000円になるんですよね、4時間で。2万5000円。6時間の2万5000円と変わらなくなってくるんで、4時間以上受けたい場合はね、こちらの12で申し込むようにしてください。はい。1時間単位で受講する人はどんな人が向くかっていうと、まあご近所の方ももちろん行きやすいですよね。定期的に1週間に1回とか1ヶ月に1回とか定期的に研修が受けられるっていうことです。ともう一つは、レベルが、まあ、だいぶ上がってきたということで、部分的に今日は足の研修だけでいいんだとかね、今日は腰だけの研修でだけでいいんだよっていう時だったら1時間の研修で十分ですよね。そういうふうに使っていただけたらなと思います。はい。で、この1、2、3、どうでしょうか。皆さんご理解いただけましたでしょうか。で、初回受けてからもう一度この基礎ね、基礎受けても大丈夫なんですよ。これも全く問題ありません。一回基礎を受けたけどももう一回受けてみたいという方ももちろんいらっしゃるんで、そういう場合は同じように東京講座、大阪講座、その他の臨時講座どれかに申し込んでください。もちろん2回目なんでね、料金は半額になりますよっていうことですね。はい。で、お申し込み方法です。で、こちらの基礎の場合はね、ホームページから申し込んでください。初回の場合もそうですよね。ホームページに東京講座、大阪講座の日程が書いてあって、お申し込みフォームっていうのがあるんで、そこからお申し込みいただいてるはずです。で、もう一度基礎受講したいよっていう場合はそっちでお願いいたします。で、次、こっち、個別指導研修を受けたい場合は、下川に直接、私に直接LINE メールで申し込んでください。いついつ空いてますかとね、いついつ受講したいんですっていう形でね、やってください。で、初回受講された方とはLINE 交換してるはずなんですよね。まあ、もししてなかったらメールでも大丈夫です。メールね。メールは、メールアドレス、ここ、下に、流しとくんで、ここに送ってくださいね。はい、そんな感じですね。あとは、まあ、直接店舗に連絡いただいてもいいですよ。王子本店に電話するとかね。荻窪店に直接電話するとか。いついつ受講したいんですけど、空いてますかっていう形で連絡していただければと思います。で、この3パターン以外にでもですね、こういう形で個別研修受けたいんだとかあるかと思うんですよ。それはどんどん言ってくださいね、遠慮なく。その形でなるべく受講できるようにしたいと思いますので、その辺は遠慮なく LINE、メールまたは電話等でね、私にご相談ください。はい、どうでしょうか。こんな感じですね。あと質問等もね、全然送ってくださいね、これでね。まあ、とにかくね、技術習得っていうのは、その完全マスター、1回目でも、もちろんそのお客様の反応っていうのは変わるんですけども、完全マスターとなると話は別です。認定目指すとかね。なるべく早く、効率よく、そして安くね、
皆さんに技術習得していただきたいんで、こういう形を取りました。2回目以降は個別でやっていくという形ですね。はい、一日も早く皆さんがね、上達するように願っております。よろしくお願いいたします。